の準備が整った。泣き信号を許可する。スペア隊、急を要するミッションだ。目標は敵のレーダー施設と対空兵器。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い。雷雲まで近づいているとのことだ。運がないな、お前ら。おい、この作戦を立案したのはどこの大バカ野郎だ。質問は許可しない。第444航空基地飛行隊、こちらサイクロプス1。サイクロプスとストライダーの2小隊で現在7機。我々の編隊も間もなくその空域に到着する。了解した。軍警部署には送っていたんだい。俺の足を引っ張るな。我々は予定外の戦闘で兵装を損耗し、敵への対応が難しい。生還できるかは機関が次第だ。サイクロプス1、こちらバンドック。予定時間までには終わらせる。バンドックか、いいのだ。では頼んだぞ、バケン殿。岩山が気流を生んでいる。注意しろ、機体を壊すな。対空砲の破壊を確認。ターゲット破壊。雲の中を飛行中、着氷に注意しろ。使えればよかったのだが、そううまくはいかないぞ。
ない。放っておけばやられるぞ。444前期、絶対に彼らを生還させろ。一機たりとも落とさせてはならん。 UAV を撃墜しろ。無理に決まってる。誰だか知らん奴のためにあんな中を飛べって言うのか。言う人向こうは違う。俺の家ではそう教えられるんだ。 UAV 撃墜。
侵害に入れ。無理だ。化け物の相手はトリガーだ。お前は攻撃を引きつけろ。タブロイドもここまでか。クソ。分かった。それで行く。そろそろ、そろすぎ。侵害は危機だ。その向こうを私がやる。了解です。やめてくれ、そのやり方は。敵の後ろについた。壊さなかったことを褒めてやる。まだまだこなしてもらわなくてはならんからな。別名あるまで待機しろ。帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。そいつは恐ろしく無理も無駄もなく近づいてきて、防空戦闘ではそこそこやってのけてた連中が何人かあっけなく食われたらしい。前にじいちゃんに聞いた話を思い出す。
じいちゃんが現役だった終わりの頃にもそういう敵が現れて、みるみる目の前で編隊が全滅していったという。深のいる海に投げ出されて漂流する男たちみたいに、水面下から近づいてきて気がついた時には遅い。足を加えられて水の中深く、次々と。今回の敵もそういうやつだったという。西町帰ってきた数が多いじゃないか。よその部隊の変態がそんな敵に食われても、こいつらは見捨てて帰ってきたんだ。いや、なんてことだ、2、3機多い。よその機体が混ざってる。スペア隊、急を要する。護衛隊、6。